おはようございます。今日は信貴山の長老尊氏に行きます。先日ブロトモさんの記事で、行かれて長老尊氏に行かれて、よもぎ団子やったかな、購入されてたの見て、なんか美味しそうだったんで食べたいなと思って。天気もいいですしね。今、これは近鉄の東山駅かなにいます。出発します。後方よし、走ん 怒られるわ、またあんなこと言ってたら。今168号線を走ってきたんですけれども、これから信貴フラワーロードっていう、以前にも走ってるんですけど、気持ちのいい道、山の中腹を走る道なんですけども、それを走って、お寺の方まで行きたいと思います。おお、女性のバス運転手さんですね。フラワーロードも広域農道なんですね。ちょっとね、高いとこもあるんでね、ちょっと怖いんですけど、ほーら気持ちの悪い。横は水で、信貴山ということで、うちから1時間もかからないんですけども、天気がいいのでもうちょっと遠出してもいいんですけども、実は明日ちょっと遠出、友人たちと遠出するので、今日は近場で押さえておきます。で料金500円入れます。ちゃんと映ってる？1、2、3、4、5、500円入れました。あそこが美里さんね。後で寄ります。
ごいな。飛ぶんですか。大丈夫、こんなとこ。はい、ありがとう。面白いな。10個も用途あげます。